うわ、なんだこれ、なんだこれ、すごい、祝3万人 BMAX グランプリって書いてる。うわ、うわー、すげえ、フォースラボさんのステッカー、 BMAX のステッカー、デクロスのボディにハイパーダッシュモーター、サイドマスダンパー、ヒラビス、スリムマスダンパー、 X プレート、シャフトとゴム缶、これ BMAX スペシャルなんじゃないのこれ。 X ローラーステー、直 FRP、 13ミリボールベアリング、リアブレーキステー、ロックナット、ハイマウントチューブスタビセット、いわゆる湯飲みスタビで、水色のシャーシにゲー、これで BMAX スペシャルなんじゃないのこれ、新しい。これ実は剥がすと違った、ミニオンホーク GT のキットの中にこんなにいっぱい入ってた。ゲーホドベイさん、ありがとうございます。いやー、何の前触れもなくこんな粋なことをしていただいて感動しました。本当にありがとうございます。よし、これで3代目の BMAX 制作を頑張ります。でもこの構成、ホドベイさんの謎かけのような気もするぞ。このキット、ミニオンホーク GT の A パーツは白いA パーツのはずなんですが、中に入ってる A パーツは蛍光イエロー。この色の組み合わせは僕は一番大好きな組み合わせですね。で、このパーツの数々、ちょっとこれこんな風に組むっていう感じで並べてみましょうか。フォースラボさんの BMAX のキットは中身は予習していたので、なのでこれをフロントに使うのかな。で、これは引っかかり防止だよね。で、13ミリローラーがフロントに来て、スリムマスダ、ちょっと保留しよう。で、当然13ミリマスダの上にはこの湯飲みスタビが来る感じですよね。で、分かりやすいとこから行くと、リアブレーキステーセットは当然ここに来る。で、MA シャーシサイドマスダンパーは当然サイドにつくでしょ。で、モーターはハイパーダッシュプロがここつくのは決まりと。で、その他いろいろサラビス加工をするのも、これもホドガヤベース、これも OK、 それをロックナットで止めるのもまあ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 、その通りだ。シャフトもこれ X 用の貫通できるシャフトがあると、もうこれもまあよしとして、残ったのがこのスリムマスダンパーセット、そして直 FRP、 この2つがホドベイさんからの謎かけに見えてきます。さて、どう使おうかな。とりあえず組みながら考えていきたいと思います。チャンネル登録3万人達成のお祝いに、フォースラボのホドベイさんからいただいたこのキットで、誰でも簡単に作れて、しっかり走り、そして速いマシンをかっこよく作っていきたいと思います。
今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。